ちゃうよ。いや、いいんじゃない。いや、いいや。今日もサービスサービスだ。え、行きましょう。長尾。しょうがない、だって。長尾行きましょう。しょうがない。一旦そこから行ってまた乗ればいいじゃん。うん。もう無理無理。もったいない時間だ。じゃあ長尾行きます。渋滞がさ、さ、分かってくるのはちょっとあんまり。遠目行くんだろうな。頑張りの渋滞するんだろうな。頑張れ。今、事前に。なんか見えたからさ、パーン。渋滞状況。え？来て。あゆさんはサービスエリアってこれから行くとこじゃん。だったらじゃあ行きます。こんな時間でも混むんだ、そこ。雨だからじゃない、余計。あらかじめ調べた方がいいね、携帯で。うん、そうだね。乗ってからうわーってなったらさ、もう身動き取れねえからよ。出口、どっか降りたくても、そこ行くまでがもう地獄じゃん。ここら辺で降りたくねえな、っていう。これも廃案になったわ。ありがとうございます。廃案になりました。さすがに渋滞は勘弁しました。これはわかるんだよ。この次出てこないかな。パーンと出てこない。出てきたんだよ。怖いね。出てこない。出てこねえんだ。あ、出てこねえ。渋滞してるって書いてあった。バックやる。いや、大丈夫大丈夫。なんかそんなに腹減ってる。ちょっとね、腹下してるからやべえ。なんか食わなきゃよかったな。え、食わなきゃよかったの。何を。ああ、言ってくるのやめないから。それで食中毒になって入院する方がお前借りかかんのかね。まあ、やめてくれよ。俺たちはそんなね、健康でいなきゃいけんの、僕のためにでしょ。うん、ちょっとね、ナビちゃん、俺こっから帰るわ。渋滞は勘弁してほしいよ。まあそうだよな、ここしかねえもん。 U ターンさせられちゃう。まあないかな。まあ長い行くんだったら一旦それ止めちゃう。道わかんでしょ、ここから。わかるわかる、さすがにわかる。一旦止めちゃうよ。止めた止めた。間違って気抜いて一緒にそれに釣られて行っちゃって乗ったら泣いちゃう。好きは食べる。いや、だから腹減ってないんだよ、なんか。あ、うちも微妙に腹の調子悪いんだ。冷えたのかもしれない。冷えのかもしれない。え、でもお前のは多分肉だと思う。茶羽根、ちょいちょい羽根か。本当に茶羽根みたいな。少しで終わりですね。あと20分。あ、来た。ゴデンバードレッド。あんまりよし。あんま楽しくはない。ノーベルの愛知線って何も興味を示さない。あのポケモンセンターで恥がいたし。だけどあそこのポケモンでセンターで初めて私野生のさ、リザードンゲットしたんだよね。それはちょっと嬉しかったな。だけどクソ弱かったな。あれポケモンセンターじゃなくてポケモンなんとかなんだよ、忘れちゃった。で思いっきり恥かいてさ、なんかあれ欲しくて言ったら、ポッちゃんも大好きって言ったらくれるって言うのにさ、ポッちゃんも大好きって言おうとしてたらさ、すいません、どんな意見って違うんです。あ、ポケモンストアだ。ポケモンストアでなくてちょっと近くに住むとかって超恥ずかしかった。ポケモンセンター行ってくださいって言って似たようなもんじゃねえかと。同じような店なんだから全部共通しとけよって言いたい。ねえ。っていうか、だったらサイトに載せんねん、おめえとお店って言いたい。書いてあったから来たんだよって言えば。結構間違える人多いと思うよ。書いてあったもん、ツイッターで。違うって言われて、ショックだったんですけど。
できるんだからさ、ちゃんと書いてくれるサイト。子供はと違って大人が言うってなかなか強い勇気必要だもんね。玉石売ります、引き取りません。一応駐車場だし、今思ったけど、長岡レタワーに近いのかもね。実はだってあんなね、渋滞は避けれるのね。うん、一気にあそこ行けるの、今行けば芦ノ湖スカイラインかも。取れるしね。そうそう、あわよくば鹿にも会えちゃうしね。うん、今日の天気、ああ、まあ、ちょっと山奥やめとくか。丸だけは丸だけの駐車場に入るってこと。行ってみる。まあどっちも、はい、行ってみるか。まあ、どうせ通るからな。また長尾通る、まあ、嫌いじゃないからいいけど。結局通るよ、クソ笑い。走りゃいないと思うけど、まあ、今日言うほど疲れた行動何もしないしね、歩いてないから。うん、先週何であんな、昨日何であんな疲れてたんだろう。寝不足だよ、ただ。ちゃんと寝ないからね。というわけで、長尾でございます。